トナムニュースホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近におテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。これ画面、そうか、今までベトナムニュースで画面3つで、1カメ、2カメ、3カメとかっていうのかもしれないけど、はい、今回1個だからね、どうなんだろうね、どうなんですかね、またなんか虫が飛んでる。そう、屋外のカフェなんで、そういうこともあります。いろいろあります。はい、はい、本日のニュースです。グラブが長距離バスサービスの試験運転を開始。はい、今週2個目のグラブネタですね。はい、すごいですね。バス、長距離バスも。タンソニアット空港からブンタウっていう、あの、はい、ホーチミンから一番近いビーチリゾートの長距離バスをやる。あれグラブのサービスだったんですね。そう、私そのニュースは見てすごいなと思っていたんですよ。16万ドンぐらいでしたっけ。そうだっけ、まあ、値段覚えてないです、はい、なんかお値段も割とお手頃な、16万ドンだと800円ぐらいかな、だったと思うんですけど、はい、すごいですね。そういう話です。またさっきと同じ、もう話す内容さっきと同じなんて省略なんですけど、さっきと同じっていうか、1、2、3、3日前と同じなんで、はい、かなり端折って話しますけど、やっぱりこうやってデータ持ってるから、適切なサービスをかなり高い確率で当てられるっていう話ですね、うんうん、すごい。あのブンタウってちなみに、あれですよ、あのベトナムの熱海と呼ばれている場所で、まあなんか、海がめちゃくちゃ青くて綺麗みたいな感じではないんですけど、でも海鮮がすごく美味しくって、結構気軽にフレッシュな、なんだろう、ものを食べれるので、イカの風流とかめっちゃイカトロトロで美味しいんですよ。そうなんです、うん、そうそう。ね、海があることが重要だからね。そうですね。ということでね、グラブがデータたくさん持ってるんで、うん、そういう会社、グラブだけじゃなくてね、データたくさん持ってる会社がこれからどん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 新しくて快適なサービスを開発していきます、はい、その中でもやっぱり先陣を切るのはグラブですか。そう、ベトナムだとグラブだし、はい、中国だとアリババとテンセントね、うん、なるほど。で日本だと、うん、ソフトバンクがそうなんのかな、そうなりたいけどまだなりきれてないよね、ソフトバンクは、うん、なるほど、っていう感じですね。でアメリカだと当然アマゾンですね。はい、でそう、アマゾン、アメリカだとアマゾンが1抜けしてて、でその次が Google、Facebook、うん、アマゾン、Google、Facebook、Apple みたいな順番だね。で、そのガファなんて言われてるけど、やっぱりその今はデータをどれだけ持ってるか、でしかもそのデータっていうのは個人情報だけじゃなくて、個人情報って個人の属性情報、だからどこに住んでて、で男か女か年齢は、インカムはみたいな、この属性情報とプラス個人の行動情報、どこでどんな買い物してるか、どんな生活を送っていくみたいな、その行動情報を取るってことが大事なのね。どんなものが好きかとか、なんかピンク色のものばっかり見てるなとか、そう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 、なんかあの運動するのが好きなのかなとか、そうで、しかもよく運動してるな、どこで運動してるなみたいな情報まで大事なのよ、でそういうのを持ってる、まあ、アマゾンだったり、アリババだったり、東南アジアでいうとグラブ。そこら辺が新しいサービスを開発してるってことですよね。楽しみ。はい。グラブ、ますます目が離せません。そうですね。はい、以上、本日のニュースです。そうだ、ごめん。さっきのやつで言い忘れた。ちょっとこれ編集、更新するんだけど。で、ベトナムで今、グラブがそういう情報をたくさん持ってるから、たくさんサービスを開発してるんだね。うん、はい。他にそうなりたい企業ってどこだと思いますか。ゴービエット違うか、ね、そういう、ね、そうそう、でゴービエットがグラブ方面から、はい、その来てるでしょ。そうです、違う方面から、でもグラブと同じところを目指してる企業ってのはラザラとか違う、はあはあ、でもいい線いったんですね。ビングループなんですよ、はい、あービングループ、はい、ビングループはリアルから入って、はい、でリアルの不動産とスーパーマーケットとかから入って決済取って、で情報を蓄積して、あの BID っていうところでね、個人情報を蓄積して、でグラブと同じようにその情報をもとにたくさんサービスを開発したり、なのでグラブが、配車サービスっていう IT 系のアプリのサービスから入っていって、でそこを目指してるわけでしょ。データをもとにいろんなビジネスを開発する。でビンの方は
逆にリアルの方を先に取って顧客接点をリアルの顧客接点をたくさん持ってそこからグラブと同じようなところを目指してるわけですよね。だからこれは近い将来競合しますね。ビンとグラブっていう全く違う不動産会社と配車アプリの会社が近い将来競合します。どっちも頑張ってほしいですね。はい、はいはい。MCB では最近カムアウトという番組がとっても人気です。なんとこちら YouTube で始まった LGBT の番組なんですが、まさかの YouTube からテレビに、ええ、はい、まさかの放送が始まったというですね、ええ、はい、LGBT がどんどん身近になっております。このベトナムニュースはいつテレビになるんですかね。もっと見てくれないと皆さん、はいはい、1人3回とか5回とか見てくれてもいいですよ、はいはい、じゃあ今日も明日も明後日もまた見てくださいね、はい、バイバーイ。バイバーイ。カマオ bước ra ánh sáng. Đàn ông vẫn nghĩ là họ quen con gái cho đến khi họ gặp được người con trai của đời mình. Chương trình dành cho những người thuộc cộng đồng LGBT chia sẻ nỗi niềm trăn trở trong hành trình khẳng định bản thân. Come out, bước ra ánh sáng. Phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.